こんにちは、ちはやです。サーモンランやっていきたいと思います。ついにレートが900に乗り、これからもう少しでカンストといった状況でのスタートとなります。もしかしたら動画が2本分くらい撮影されてるかもしれないので、1本目2本目みたいな感じになるかもしれません。どうぞ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは早速どうぞ。お、これは真夜中のミッドナイト。行きましょう。さあ、大体これくらい壁塗っとけば大丈夫かな。あと、ここはね、塗っといた方がいいですね。さあ、泥酒。これはラッキーステージ来ましたね。なるほど。雑魚処理はワイパーに任せて、あと1個かな ?OK。これで OK です。で、さっと納品していきまーす。次どこ?あれか。1、2、3個目。OK、入りましたね。さあ、じゃあ降りて、投げます。投げます。よいしょ、いくら投げて倒す、こっち向けってやってたんだけど向いてくれなかった。一旦雑魚処理しっかりして、 OK ナイス。次どこ、反対側、これはもうチャージャーですね、基本的にはね。もう3つ入ってるねと思ったんだけど、どこに湧いた、あれか、あれは行った方がいいな。あ、待って、後ろにも出てたのね。ちょっと待ってね、後ろ先かな。そしたらな、めんどくさいもんな、小ジャケが。一旦インク回復をしながら、オッケー、3つ目入れてくれましたね。さあ、背中から敵が来ないようにして、あれ、あっちもあと1個なんで、ファッと入れてしまいます。外した、ごめんごめん、ありがとう、ナイスカバー。あー、物もらい、なんか変な方向行っちゃったな。一応納品 OK か。うわあ、危ねえ、生き残った。これはラッキー。物もらいしっかり倒して、あと2個は入れられるんじゃない?これ。はい。ワンチャンもう1個いける?よっしゃー!3つ入ったー!あーざす。さあ、スペシャル大温存できたの超熱いですね。よし、じゃあ大砲いきます。入るかい ?OK、じゃあ、ここの壁塗っとくとね、いいよ。あとで後ろも使うからね。これ大砲使わずに、こうで。インクの節約です。で、これ、ちょっと持っときますね。あ、マジ?入れなかった、大砲。ごめん。大砲の判定微妙。先にやんなきゃいけないタワーです。味方にタワーの攻撃が入るとめんどくさいからですね。待ち時間で一回回復して、右、左と倒してあげます。これ多分ね、そう。右、左の順番でやると、今見ての通り左の人より丸みさん行ってなかったでしょ。ヘビは早めに倒しまーす。で、またインクを消耗しないようにこう倒します。で、今度左のタワー一応狙っとく。ちょ、全然当たってないんだけどびっくり。いや、これインクありますね、大丈夫だね。右左で行きたいっす。右左、あざっす。そしたらこれ結構最優先事項で、閉じ蓋ですね。閉じ蓋をさっとやっていきます。やれてないの今の。当たってないのか。で、ダイバー来たんで一旦下がりまーす。がっつり下がる。まあ、インク回復の意味も込めてですね。これでしょ?危な。で、また、正面に戻ります。残り時間10秒。これをどうするかですね。俺は納品に走ります。こっちで。これが限界かな ?OK。そしたら壁塗りに行きます。シュン、シュン、シュン、シュン。オッケー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 。40個納品熱いわ。あの、処理の順番が完璧でしたね。左の人の大砲めっちゃうまかったな。夜だ!壁は濡れているか?濡れている。オッケー。光バイ来い。このメンバーでやりたい。完結戦か。これこれ。ん?あれか。後ろから敵は来てないね。さあ、なるほど、上がるタイプか。うおー、ナイス。今のボブちょっと謎だな。あ、どうなんだろう、これどれくらい食らうんだろう。弱っ弱すぎて草。当たりの完結戦からは敵が出るので処理しまーす。早くー。オッケー。で、ちょっ
完結戦開けないように納品していきますね。はいはいはい、どっち行った？あざっす、ありがとうございます。ナイスカニさん。はいはい、一人向こう側で納品してっぽくね。手伝うか。あ、終わったね。あざっす。遠いやつから投げる投げる投げる。さあ攻撃しますよ。やばいやばい、味方にめっちゃ添えた。ナイス、ボムボム、はいはいはい、投げまくって、はいはいはい、なるべく遠いやつから、はいはい、これ持って最後の1個を入れていく。ナイスピザマン食べたけど、やっぱり肉まんの方が好き。肉まん好きそうなお腹してるもんな。カタパット爆弾タワーか、なるほど。だったらこうだな、メガホレーザー やれるでしょ。だってね、待った、それは聞いてない、あぶねえ。いや今の当たんの上手くね。一発は食っていい、オッケー。どうする、あそこにパンだよな。とりあえず買っていくな。これも倒しちゃう、これも倒します。で味方の救助が優先度高かったんだけど、こういう倒し方ですね。3回チャージして撃つより早いっていう考え方です。マジ吸われた、最悪。カタパット倒しちゃいます。あーっと落ちていくが、しっかり壁濡れてるんで大丈夫。これやる、オッケー。これでいっぱい、どこ行った、そこか。これやって多分奥のやつ当たる。くー、外したかも今のは。あーもったいない。こうこう、え、倒せてない、嘘。これやって、これやって、インク回復して、こう、そろそろ倒しに向かいます。やばいな、インクねえな。でもあー、ドスコイにやられた、ありがとう。11秒目でどうしても倒しかったんですよね。あざすー、イエイ。なんでや、おかしいやろ。これふざけんな、マジで。何がどう11個だよ。これはえぐいだろう。なんで、あ、なるほど。さっき左の大砲乗ってたのがこの田中さんだったんだね。この人うめえなーって、さっきから3人ともすごいうまいんだけど、なんかね、具を抜いてうまい気がする。あの人すごく、あ、いや、あれかな、相性がいいっていうのもあるかもしれない。なんかやっててすごくやりやすい、なんかあるんですよね、そういうの。これね、行きたいですね。ちょっと無理かな。あー、ちょっと厳しいかな。さすがに無理だな。ちょっと待って、下がります、ここは。前行って死ぬ方が嫌なんで、あの3つ取れないのはしょうがないですね。で、ヘビ多分俺ですね、これね。チャージャーの人に邪魔ならないように伸ばしてる。OK。ちょっと伸ばしすぎたかな、今のは。狙ってくれてる。ここ行きます、オッケー。くそ、今役割分担綺麗にできればな。これが通話の難しいところ。パーン、手伝います。これ上登んなくてもいいな、こうでいいな。あ、待って、そしと思ったらやってくれた。でかい、うわでかーい。せめて肩パッド、肩よく肩よくぐらいにしといてあげたいよな。ワンチャンこれは倒せそうなんで倒しちゃうわ。オッケー。だいぶこれで圧減ると思うんで。当たんないっす、 MR っす。これ絶対死ねないぞ俺。これ邪魔と思ったんだけど、納品が優先だ。これだな。あー死ね、あーやばい、味方の丸味噌自分に入っちゃった。ナイス、えらい。これ俺の救助じゃなくて納品優先にしに行った、えらい。
オッケー、壁塗りオッケーです。じゃあ行きましょう。なるほど、これ塗っちゃいますね。で、防具だけでも剥がしちゃいます。倒すかどうかはそれぞれの判断に任す。なるほど、オッケー。これはこうします。これ初動なんで、もうサクッと3つの消しちゃいますね。やっぱインク量のインクタンクがでかい若葉でこれやると効率よくていいな。はい、こう、アイサ1球がっつり納品しちゃいたいな。こんなもんかな。あの、納品に時間費やしすぎると今度は敵が溢れ返っちゃって大変になるんで。雑魚処理も手伝いながら大物をガンガン倒していきます。あー、危ない危ない危ない。一旦こうかな。そしたらね、こうかな。これ倒したら多分だいぶ楽になると思うんで。鉄板も倒せたらよかったんですけどね。待ってね、これ鉄板倒しに行くと丸みさといろいろでやられてしまうので、一旦ここ一落ちの状況なんで味方の救助を優先したいんだけど、これダメだ、無理だ。ねえ、ずるいよそれ。何今の、埋まったんだけど。鉄板の中でも倒された原因は、ナイス。倒された原因はタワーの攻撃っていう、よくわかんない。え、嘘。やーばい、本当に全然仕事できて。お、来た、夜だ、来い光前。いやでもちょっと待った、スペシャル的に来ないでほしい。霧だ、マンチョキーか。でもやることはやっぱ上からですね。一緒ですね。見えづらいけどこれです、これ。オッケー、さっと倒します。で、逆サイ確認する。まだ来てない、早く。こうで、で持ってこれ入れて、一旦肩よくね。で、雨は絶対降らさせない。だから向きをこっちにしたいんですね。この蛇に一発与えといて、オッケー、これでいいはず。待て、やっぱ木だと見えづらいけど、これ倒す、これ倒す。次爆弾ですね。こうでインク回復、これ倒して、ちょっと待ってな、一発与えて、こう。オッケー、爆で倒せるはず。で、これやって、後ろからヘビ来てるんで、これ。かわさなきゃダメ。あー、後ろのヘビやりあったけ。けど、待ってね。あ、これまずいかもー。こっちのヘビやれればワンチャンス。救助、オッケー。おー、ナイス。余ってんのか。ちょっとこれ、納品優先しますね。でか。これもほぼ敵倒しきれてんじゃないかな。これ濡れてる？濡れてるかどうかわかんないの、きつい。納品 OK なんで、このヘビを倒します。これも倒します。倒せてないかい。一個納品入れて終わり。危ねえ、切りむずー。チャージャーだったけど仕事できてないですね、これだと。中盤くらいまで頑張ってたんだけどな。これ味方スペシャル残しててくれてよかったね。ナイス玉二つなかったら結構きつかったんじゃないかなって気がするわ。満潮切りつら。満潮切りチャージャーもっと練習したいな。なかなかないシチュエーションだからさ。もっと練習したいな。ナイスー、お疲れ様でした。ということで、2回ぶり5度目かな、完走しました。ありがとうございます。無事完走できました。ありがとうございます。さあ、ご視聴ありがとうございました。サーモンランで分からないことであったり、こういう時どうすればいいか分からないとか、きっといろんな疑問があると思うんですね。もしよければそれをコメント欄にお寄せください。直接返信することもありますし、あの動画の題材として使わせていただくことも多々あると思うんです。お待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。